Mina-san, これ言われたことないんですか? Your English is grammatically correct, but we don't say that. 友達がね、英語を勉強しているんです。その友達がこんなことを言ったんですね。I have an online meeting with my friend. ちょっと固い感じ。だからそれも正しいけれど、やっぱり言わないですね。そうですね。ここでポイントは、ミーティングっていうのは、まあ仕事上でしかね、そうですね。使わないですよね。そうですね。はい。なので、友達とミーティングっていうのは、ちょっとこれ、ちょっと違和感ですよね。違和感があるってことですよね。うん、それじゃあ、この文章を英語で実際にネイティブはどういうかっていうのをアンドラさんが紹介してくれます。そうですね。I have a meet up with my friend. Or...I'm going to chat online with my friend. Okay, じゃあ今回のビデオの内容はこういった文法は合ってるけどネイティブは言わないよってなぜ起こるのか、そしてどうやって解決していくかっていうのをこの動画で紹介していきます。こんにちは。英会話チャンネルやってるトモヤです。Andrew です。それではどうすればネイティブのように英語を喋っていけるかっていうのを、その答えをもう早速教えちゃいます。Okay. その答えっていうのは Get more exposure to real English. 本物の英語をもっと自分で聞いたり経験したりってすることがもっとたくさん必要ってことですね。ですね、はい。できたらIn real life ね、実際に誰かと会って話したり、その英語をまあイントネーションを真似たり発音を真似たりするのが一番ベストだけど、それができなかったらどうしたらいいんですか？そうですね、例えばもちろん映画だったり、テレビショーね、海外のテレビショーだったり、まあ、YouTube もね、気軽に見られますね。そうですね、うん。あと、ポッドキャストっていうのもありますね。そうですね。ポッドキャストも特に2人が、一緒にやってるから、その会話のやり取りは聞くことができると思います。うん、注意ほどではないんですけど、やっぱり TED Talk は結構人気ですよね。TED Talk は悪くないんですけど、英語の勉強にはすごくいいんですけれど、こういうネイティブっぽくなる英会話とか英語になるのにあんまり向いてないんですね。なぜって言ったら、やっぱり一人だけがスピーチをしてる。自然な会話ではないし、自然なイントネーションとかではないなので、あんまりこういうネイティブっぽいなりたいなと思ったら向いてないですね。で、やっぱり一番気をつけてほしいのは、こうやって勉強する中にでも、いろんな英語には例外っていうのがあったりします。そうですね、はい、うん、英語は特に例外多いんですね。例外が多い、例えば Spill the bean、 Spill the beans、 秘密を言っちゃうっていうね、いう英語があるんですけれども、これを The beans were spilled って言っちゃうとちょっと変だね、うん、どちらも豆がこうばらまかれた。そうです、だから文法の上では正しい、普通の英語で spill the beans で、その受け身に変えると The beans were spilled、 受け身方でなんですけれど、文法的に でしたら大丈夫ですけれど、 ただ言わない、ちょっとおかしいです。ちょっとおかしいね、はい、はい、っていうのもいろいろ、まあなんだそれっていうのがあると思うんですけども、そういったものを気をつけながら、うん、どん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 そういった例外とかこの場面でしか言わないっていう単語をどんどん覚えていくっていうのがね、一番近道。ああ、そうですね、はい、時間はかかるけどそれが大事なことです。そうですね。では言語をしゃべるっていうことは何なのか、本を書かれている白井康弘さんっていう方がねいらっしゃるんですけども、この方が書いた第二言語習得論入門っていう本があります。その中で紹介されている、言語を上手に喋れるための4つのアビリティスキルっていうものが、ね、ご紹介されてるんですが、この4つを全部、まあ、マスターというか、まあ高めていくことでグラマーは正しいけどネイティブは言わないみたいなことがなくなっていくようなことをね紹介されています。で、その4つのアビリティっていうのが、1つ目が文法的な正しさ、2つ目が、談話力、会話力ですね。で、3つ目がソーシャル会話力で、4つ目が、まあ、問題解決力みたいな、そんな感じで、書かれています。具体的なその個々の能力の書かれ方はちょっと違うんですけども、簡単に言うとそんな形です。で、一つずつ具体的にどんなことかっていうと、文法力っていうのは、まあ単純に単語を知ってる、発音ができる、文法が大体わかる、そう、まあ簡単な文法ができるっていうことですね、うんうん、で、二つ目の談話力、会話力っていうのは、その文法をつなげて会話ができるってことですね。あー、okay.
まあ、多分ここまでが皆さんができるですかね。だいたい日本人はここまではできる、ここまでができる、はい、けどその上手にね、そうなんです、上手にできると思います。でその先の、まあ、ソーシャル会話力っていうね、っていうのは、その時々によって使う言葉を変えるっていう能力。例えば友達と話す時はもうラフな英語でいいですよね。そうですね、はい、カジュアルな英語とか、英語あのスラングを使ったりできますね。そうですね、失礼なことも冗談も言えたりします。そうですね、上司と話す時、仕事場 あの仲間と話す時はこれまた違いますね。そうですね、丁寧英語、丁寧語を使うべきですよね、はい、そうですね。なんでこういうふうな、状況によって正しい英語を使える能力っていうのがまた一つ能力としてあります、はい。まあ、これはもちろんさっき富谷さんが言ったようにやっぱり more exposure が必要ですよね。あの経験がないとこれも多分磨くことは難しいんではないかなと思います。なかなか難しいですね、はい、これは本で勉強するもんでもまあ一部はあるんですけど、やっぱり実際に英語を実際にね使ってみて磨けるスキルだと思います。そうですね、はい、で4つ目、最後に問題解決能力、うん、例えば、まあ、そういった困ったこと、ね、誰かにこうちょっと悪口を言われた、何かこう文クレームを言われたみたいなね、そういった時にこう切り返す能力、言葉のチョイスだったりっていうのを、まあ、もしくは僕の場合ですと、例えばあのイギリス旅行した時に僕のパスポートを自分でなくしてしまったんですよ。あらまでそういった困った時にもその、まあ、空港のスタッフに電話をかけて、であのちょっとなくしたんですけどみたいな、でそのやり取りって難しいじゃないですか。そうですね、はい、特に電話を通してね、はい、そうです。なのでそういった時、困った時の、まあ、その時は僕はね、あの現地の方がね手伝ってくれたんですけど、まあ、そういったねあの困った時 あの対応能力、言語対応能力っていうのを上げるのもまたこれが大事なスキルの一つとなってます、はい、これもあのさっきと同じくやっぱり more exposure with real English で磨けるスキルですよね。そうですね、これは本で勉強できるもんではないね、ケースバイケースなので。そうですね、はい、まあ、以上の4つのスキルを、まあ、組み合わせて上手に使うことで英語ができるということになるんですけども、まあ、言語ですね、そもそも言語っていうものができることになるんですけども、ここでもう一個だけ例文を紹介すると、例えば結婚してくださいっていう時に I want to marry you. Okay, I want to marry you. Right, that's kind of standard. Yeah, 普通の英語ね。そうですね、でも I want marriage with you. まあちょっと違和感、ちょっと違和感があるね、まあ、そういった、うん、そういった例外的なことをね、いっぱいいっぱい使うとき使わないときっていうのをね、いっぱい吸収していくのが英語をマスターする近道になりますんで、皆さんぜひいろんな英語をいろんなメディアで聞いていって英語上手になってください。はい、私頑張って日本語上手になります。はい、僕ももっと英語を勉強しますはい、それでは今回のビデオを見てくれてありがとうございました。もしこのビデオが良かったなと思ったら高評価、いいねボタンを押してください。そして何か皆さん感想などありましたら下のコメント欄にコメントを残していってください。それでは次回のビデオで会いましょう。